adesso iniziamo. Io sono da DJ めぐみたもん、たもんめぐみがお届けするチャオラブレッタ、今週も始まりました。さあ今週3月16日の土曜日お昼12時から皆さんにお届けしている、これはね収録会なんですね。私は今 Now で大阪モーターサイクルショーのステージに立っていると思います。ぜひ大阪モーターサイクルショーもサインハウスランブレッタの出店もありますので、インテックス大阪に遊びに来てください。お待ちしています。さあそしてこの場所、田園調布ショールームなんですが、今3月12日から3月29日まではショールームの移転に伴うお休み期間を頂戴しております。そうなんです、ショールーム、ロショールームデラランブレッタエコンビアと、そうショールームが移転しますというフレーズ、これちょっと一生懸命覚えてきました。結局カンペだけどね。はい、場所がですね、同じ環状8号沿いなんですけれども、小山台駅が最寄りの場所に変わるんですね。また住所などはウェブサイトでもご覧いただきたいと思います。この番組のおしまいでも改めておさらいでお届けしたいと思います。さあそれでは今週のゲストの方、お待ちかねですね、ご紹介しましょう。この方です、どうぞ。チャオチャオラブレッタ。あ、ビャンビャン、あ、ビャンビャンビャン、えっとベレン、はい、イタリア語と今の何語だ、今何だろうな、はい、インチキフランス、あ、インチキスペイン語ね、スペイン語を少しやってらっしゃったと。まあ、いろんな海外ツーリングなんかもね、小林さんやってらっしゃったりもします、うん、はい、いろんなお話を今日伺っていきたいと思います。改めてエッセイスト、そしてアウトドアブランドノマディカ代表の小林ゆり子さん、今週のゲストです、はい、よろしくお願いします。ではどうぞおかけいただきまして、はい、こちらにももう早速、はい、そうこれあの SNS とかでも私もすごい気になってたんですよ。はい、はい、そうなんです、あの6月の29日と30日に、はい、私がプロデュースしてるアウトドアブランドノマディカのプレゼンツで、はい、女性ライダー、まあ、バイク好き女子のための、はい、キャンプミーティングを開催することにしまして、今、はい、あの参加者様を募集中という、うん、はい、ノマディカプレゼンツレディース元キャンプウィークエンド、はい、はい、これあのもう早速何組かのイベントがこうジョイントしていってますよね、はい、そうですね、うん、このミーティングのちょっと初めての試みは、はい、あのただのキャンプイベントではなくて、うんうん、このミーティングを、うん、ミーティングの場を使って、はい、イベントをしたい方も全然あの便乗してくださいっていう、ちょっとかなりオープンな、うんうんうん、あの内容になってまして、はい、で今あの個人的に参加してくださる方もちろんなんですけど、はい、そのイベントも、うんうん、あの開催されたい方も同時募集しているという状態です、ね、うんうん、はい、私もあの前にもね、あのメリリー元の柴田さん、はい、出ていただいたこともあるんですけど、うん、メリリー元さんもこのイベントにジョイント決定されてますね。そうなんです、はい、あの直美さんのところは、うん、メリリー元で主催のキャンプツーリング、うんうんうん、で、直美さんと一緒に走れて、はい、キャンプできて、うんうん、でちょっと人数は限られてるんですけど、はい、キャンプ場のレンタルグッズを使って、うん、手軽に参加できるっていう、ちょっとかなりスペシャルな感じですね。なるほどね、はい、そうか、この6月29、30は、うん、じゃあもうノマディカプレゼンツで、うん、いろんな女性ライダー、女性のバイク好きの方たちが集まるんだけども、うん、その申し込み方法とか申し込みの窓口、はい、ご自分があこのグループいいなって思ったところのエントリーによって、うんうん、また楽しみ方がさらに膨らむという、はい、すごいですね。そうなんです。それでしかも、はい、うん、他の、まあ、いろんなそういうあの女子によるのためのイベントが、はい、あのこう集まってるので、はい、自分が参加しているのとは違う他のグループさんのところにも気になるところがあればちょっと顔を出してもらって、でしゃっかりあの他のお友達も、ね、はい、作って帰るとか、もう本当に、ね、あの境目がないでボーダレスな楽しみ方ができる。なるほど、はい、あの確かあ と,、女子キャンプバイク部さんでしたっけ、はい、Facebook のグループでしたっけ、そうです ね, ね、はい、こちらもあるっていうふうに見ましたし、多分これからまだどんどん増えますよね、はい、そうですね、うん、あの私的にはこの後、まあ、うん、メーカー縛りの、うん、あの例えばランブレッタ女子の集まりとか、来ますねぐいぐい来ますね、ぐいぐい来ます、はい、あとはね、うんうん、なんか私がチビなもんで、あの身長155センチ以下縛りのなんかなミニチュア女子ミーティングとか、そういうのも小柄さん女子、はい、なんか やりたいと思ってくださる方がいるといいななんて思いながら、うんうん、あの日々
募集をあの受け付けをあのしているところです、はい、なるほどね。あの小柄女子といえば、はい、ちょっと話飛ぶんですけど、はい、東京モーターサイクルショー、うん、このオンエアから言うと来週に控えてるんですけど、うんうん、その小柄女子の皆さんにも足つきのチェックとかをしてもらいやすいフロアも用意されてて、うん、あ、そうなんですね。そう、あのレディースライダースクエアだったっけ、レディースバイクさんがプロデュースする、はいはい、レディースサポートスクエアですね。あ、そうそう、レディースサポートスクエア、はい、それ、はいはい、そう、はい、そこにラムレッタもあの特別な、うん、ちょっとこうシートをこう下げて足つきがより良くなったタイプのものも展示予定ということなので、うんうん、それは行きたいですね。そうね、そう、私ね、今年ね、あの、うん、すごく久しぶりに、うん、あの仕事がないのでモーターサイクルショーでなんか控えめに言ったけどズバッと言いましたよねでもね、なんかすごく久しぶりにプライベートで好きなようにじっくり回れるかなと思って。わかります、はい、あのやっぱり仕事だとどうしても一つのブースにね、わ、うん、かるでしょ。わかる、もう去年の8体がまさにそれでした。プライベートで行って、あ、こんな楽しみ方あるんだって、うん、そうそう、だからね、うん、あの実はかなり楽しみにしているっていう、うんうん、じゃあ東京の、まあ、メーカーさんとか物産での、うん、エントリーは小林さんはないけども、うん、きっと出没する、はい、そうですね、うん、あのちっちゃいのがちょろちょろ本当ね、皆さんはあの小林さん多分あのいろんな雑誌だったり、うん、ウェブだったりとかでご覧になって、あの私は小さい、思ったよりちっちゃいですねとか思ったより大きいですねか両方あるんですけど、うんうん、本当小林さんがね、あのスラッペとかね、ご自分の愛車大きいやつとか乗ってらっしゃると、うん、あ、なんかやっぱかっこいいなって改めて思うぐらい華奢な方なんですよ。いや、まあ、うん、あれですよね、うん、初めて会う方には、うん、あれこんな小さいんですかってまあ十中八九言われますね言われるんだはい、はい、扱ってる車両のねイメージとかもあるかもしれませんね。うん、そうですね、うん、まあでもなんか女子ってやっぱり、うんうん、乗りたいバイクがあって、うん、それには何としても乗りたいっていう、確かにね、うん、あるじゃないですか。あります。で、あの私もその今乗ってるバイクは、うん、かなり自分の、うん、まあ体には合わないぐらい大きいので、うんうん、あのハンドルの位置変えたり、うんうんうん、シート削ってもらったりして、うん、自分の体に合うようにカスタムして、うん、でまあ、なんとかツンツン足つきですけど、うん、あのまあ、つま先つけばなんとかなるかなっていう感じであのそうですね、なんかこう愛があれば、でも愛があるけどもそのためのこう訓練もね、努力というかこう水面下の頑張りもありますよね、うん、やっぱりね。そうですね、うん、なんか、うん、あのスクワットしてみたりとかね、してるんだしてるしてるやっぱ大事なんですね。大事大事。あとなんか仕事であの忙しくて、はい、1ヶ月とかバイク乗れなかったりすると、うん、はい、あの握力がやっぱ落ちてるんですよね。握力なんだ、うん、特に私今乗ってる自分のバイクは、うん、はい、あのクラッチの幅が結構あるので、うん、だってもう結構なクラシックでしょあのバイク。そうなんですよ ね整体屋さんにあの、はい、見てもらったら、うん、左腕が、うん、変な風によじれてるって言われたんですよ。あのなんか、こう無理やり何かを掴んでるような筋肉のつき方してるって言われて、うん、だからやっぱなんかこう無理してんでしょうね。あ、なるほどね。あんまりもう染みついちゃったんでわかんないですけど、うん、だからまあ腕はやっぱりストレッチして握力、まあ、うん、もう愛車のための体になってるわけですね小林さんは。まあ、でもそのぐらいないともなんか運動しないもんね、仕事ばっかりで、特に私あの、はい、デスクワークというか、うん、あのか物書きなので、うん、忙しくなると本当に体動かさなくなっちゃうから、うん、それもわかる、うん、そう、あ、じゃあ今度ちょっとそっちのね、あのエッセイストのお話もね、うん、聞いていきたいと思うんです、はい、じゃあちょっとこれ預かりまして、はい、そう、これはあの、まあ、小林さんがプロデュースしているノマディカという、まあ、総合的な、オートバイ女子アウトドアブランドというイメージですよね。そうですね、うん、まあ、実際キャンプイベントとかすると、うん、男性もたくさん来てくださるんですけど、一応、うん、女性目線でいろいろ考えてるブランドですね、うん、ね、あのハットとか作られたりとか、はい、ジャケットとか、私もハット愛用してありがとうございます。そう、発色がすごく良くて、ね、素敵なんです。そうで、そんな、ノマディカというブランドのプロデュースの側面と、あとは、エッセイスト、はい、最近だとあの新聞のコラムなんかもまたスタートされたんですね。そうですね、はいはい、あの今、うん、あの新聞各紙で、うん、地球に恋して旅女っていうタイトルの、はい、まあ、旅エッセイですね、うん、を書かせてもらってます、うんうん、はい、
結構いろんな、ね、地方のところで小林さんの記事が載ってるよなんていう目撃情報が、はい、うん、ありがたい限り今のところ私の耳に入ってきてるのは、はい、埼玉新聞さんと京都新聞さんで、うん、連載されているということなんですけど、うん、はい、これから多分もうちょっと、うん、増えてくれるかなと思ってますが、うん、はい、そういう何でしょう、まあ、私はオートバイに乗ってる人に向けての記事を書くのがメインなんですけど、うんうん、新聞だとオートバイに乗ってない人に向けても、うん、ね、呼んでもらうわけじゃないですか。そうですね。どうですか、書き方って変わります？うん、フォーカスする、うん、まあ、面が違くなるっていうか、うん、そういうのはあるんですけど、うん、でも書いててね、自分でも発見だったのは、うん、なんていうか、うん、私はそのスポーツとしてというよりかは、うん、本当に旅のツールとしてバイクに乗ってるので、うん、ただ旅の足がバイクになったっていう、うんうん、そういう感覚が私の中では大きいので、うん、結局はなんかこう伝えたいことが、うん、そんなにバイク乗らない人の旅と変わらないかもしれないなっていう、うん、例えば人との、まあ、ね、うん、カルチャーのギャップだったりとか、うん、食べ物のこととか、うん、なんかやっぱり記憶に残っていることがそういうのがすごく大きいので、うん、まあ、まあ変わらないのかな、うん、とは思います。小林さんといえば今お話ししながら、うん、そうだ旅だって旅が彼女の人生を変えたんだって今ねこう思い出してたんですけど、うん、はいはい、ね、脱サラならぬ脱 OL コラムニストというか、そうですね、ね、はい、普通に OL してた時にバイクに出会って、はい、うん、で北海道に1ヶ月ぐらいツーリングに行ったのが、まあ、きっかけで書くようになったんで、ね、ね、なんか思い切ったことをすると、うん、天気というのはなんかこうついてくるというか、うん、訪れるもんなんだなっていうのが実感ですかね。うん、あ、でもそうかも。私もなんかオートバイがなかったら絶対に今ここにいないし、なんかオートバイに導かれてきたというか、まあ、常にそばにある、うんうん、今のところそんな人生だなと思います、うんうんうん、なんかバイク乗ると本当にバイクを軸にいろんなことがこう変わっていくというかね、うん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 、楽しいですよね。いや楽しいですよ。だって、うん、ね、そんなバイクの縁で、まあ、小林さんとも知り合ったりサハリン行っちゃったり、そうですねそうですね、サハリンで一緒にサウナ入ったりね、もしかしたらちょっとこう写真が何かしらこうサハリンの旅のね様子をちょっとこう入れていただくかもしれませんけど、そう、サハリンツーリング、そうですね、あれ2015年なんですよね確か。そうですね、はい、3年ぐらい前になりますかね、うん、まあ、そもそもは私が BMW さんだったんですけど、その時に、うん、クロスボーダーエクスペディションだったかな、うん、まあ、国境を越えてというか、うん、まあ、いろんなものを越えてその、アドベンチャーバイクというものの発信で、行ったんですけど、うん、メディアツアーで行ったんですけど、その時のご縁だったりで、うん、稚内から、うん、その船で自分のバイクと一緒に、ね、うん、サハリンに渡れるっていう、うん、なんとも言えないこう異国なんだけど自分の相棒は一緒みたいな、うん、その感覚を、まあ、小林さんすでにその時いろんな海外ツーリングやってらっしゃったので、うんうん、お話ししてやってみようってね、うん、やらせてもらったんですよ。そうですね、うん、楽しかったね。楽しかった。本当にサハリンの道ってどうでした、走ってみて。いやもうね、うん、ダートで100キロ出したのはね、後にも先にもあれしかないんじゃないかなと思うねねそう、本当にあの時ネジがね5本ぐらい抜けた気がしますよね気持ちよすぎて。サハリンの道どうでしょう、市街地は、市街地とか、まあ、ちょっと外行くぐらいだと、うん、なんだろう、北海道をさらになんかアクティブにした感じ、うん、ね、そう、うん、すごく記憶に残ってるのは、はい、北海道と昔陸続きだったなっていうのを、うん、感じるぐらい、その北海道の道と似てるよね、うん、植物の何生態系とか、はいはい、ただそれがまだ舗装されてないみたいな感じで、うん、なんか北海道まあ、私の場合本州から、苫小牧にフェリーで入って、うん、そこから稚内へ、うん、まあ、まず一人旅があって、うん、でそれから、はい、国境越えしてサハリン走ったら、うん、本当になんか、なんか昨日まで走ってた道と続いてるなこれっていう感じがあったから、うん、なんでしょうかね、うん、
歴史も感じるし、うんよかったね。よかった。あのね、これね、本当にあの言葉にできない、いやしなきゃいけないんだけど、私たちは言葉にできないなんですよ。そうそう、もしかしたらこういう時に写真の力を借りたりとか、うん、ね、まあ、あとは行ってみたいなって思ってくださった方たちに、うん、ぜひサポートしたいんだけど、うん、今その航路がね、なくなっちゃったんですよね。そうなんですよ。悔しい。本当に、うん、あの今ね、かあの人間だけは行けますけど、はい、タンクと一緒には行けないっていう状況で、うん、いやね、でもあの時に、うん、あの北海道走って、うん、サハリン走って、うん、でまた北海道走って帰るっていうのが、うん、もうツーリングの黄金ルートだなって私の中でも確定して、うん、確定したの、うんうん、それなのに、はい、なくなっちゃったから、ね、本当に残念、うん、今多分ね何人か生殺しですよ行けへんのかいみたいなすいませんね今そうこう話してるうちにですね、あの先週オンエアのゲストで、うん、あの岸田亜美ちゃん、はいはいはい、があの我々の似顔絵を描いてくれてるんですけど、あの後で、後でお披露目しますてか、むしろ預かりますめっちゃかわいいわすごいね、ゲリラ出演持ってきてくれましたありがとう、亜美ちゃんそう、アーミーは埼玉新聞に、ね、あの小林さんのコラム載ってるから、あぜひ見てください、そうそう、はい、見てください埼玉推しなんで彼女先週のオンエアであの埼玉ポーズっていうのやったんです。本当に、でも、ね、私ね、埼玉で一つ今ハマってるスポットがある。埼玉でネタがあるの？そう、あるの、あるの、あのね、私今ハチミツにハマってて、はい、っていうか去年からじわじわ来てて、あの完全に今ハマったって感じなんですけど、はい、です、一番好きなハチミツ屋さんが花園にある、うんうん、おお、そこはね、ちょっと教えられないんですけど、うん、教えられない、まあ、とっておきなんですね、とっておきなんですけど、うんうん、あのそうそう、で私、うん、あの前から旅したら、うん、はい、蜂蜜買うのが趣味で、でも全く蜂蜜について詳しくないまま買ってたんですけど、はい、最近あの、うん、加熱された蜂蜜と生蜂蜜っていうのがあるってことに気がついてまして、うん、知りまして、うん、で海外ものって、はい、加熱処理されて、まあ、殺菌とかそういう、ね、あの理由で加熱処理されて日本に入ってくるのがほとんど、うん、でだけどその過程で熱によってさまざまな栄養素だったりが殺されてしまうんですって、うん、で生蜂蜜って歌っているのは加熱してないで、うん、売ってるので、うんうん、蜂蜜の栄養が丸ごと取れる、うん、へー、で日本各地で売っているものは大概、うん、生蜂蜜が多いらしいんですよ。へえ、あ、そのご当地蜂蜜として売ってる、うん、うん、そうそう、だから、はい、旅先で蜂蜜売ってたら、うんうん、買うことをおすすめしますそうなんだ。あの違ったらあれなんですけど、ブルガリアでも買ってました、蜂蜜、はい、もうね、ですよね。そう、あれもサハリンで読んだのかな、サハリンでも買ってたんだ、そうそうモンゴルでも買ってるし、はい、フランスでも買ってるし、まあ、違います、国によって味、あのね、違うんですよ。なんでかっていうと、まあ、その私が行ってる花園のお店は、うん、花ごとにすごいたくさんの種類の、はい、蜂蜜があるんですよね。クローバーとか、クリとか、はいはい、そういう風にね、うん、でだけど大体百花蜜っていうのがあって、あ、いろんな、うんうんうん、でそれはやっぱりその土地に咲いてる花なので、はい、いろんな種類が入ってるから、うん、その土地土地によって少し違うんですね、風味というか。その土地のオリジナルブレンドになるわけですね。そう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 、ね、やっぱしゃべり手も百花蜜はすごく、うん、いいよって言われるんですよ、はいはい、そう、喉にいいって。そっかそっか、はい、うんうんうん、じゃ今度私もより注目して買って帰ろうと思います、はい、ちょっと今ハニージョをね増やそうと思ってハニージョって言うんだ、ハニージョ、ハニージョ、ハニージョよろしくお願いします、はい、なっていこうと思いますでですよ、なんかもう小針さんと多分話が尽きないんですけどこれ言っておきましょう、はいはい、テント、お、はい、小針ブランドのテントですよ、はい、ね、そうですね、はい、ノマディカで、うん、天幕デザインというアウトドアブランドと、うん、はい、共同開発で、うん、ツーリングテントを、はい、3年ぐらい前から出してるんですけど、うんうん、はい、今ちょうど第2弾の、うん、テンゲルスタンダードっていう名前のツーリングテントが発売中ですね、はい、はい、
テンゲルの特徴、結構特徴的ですよね。市場に一般的に流通している、はい、多分皆さんが、まあ、バイクに限らず想像するテントっていうのと、うん、違うと思うんですけど。そうですね、うん、あのノマディカのコンセプトは、うん、バイクで楽しむアウトドアをより心地よくっていうのがあって、うんうん、あのバイクってその積める荷物が限られているので、そのコンパクト、軽量コンパクトにしようとするじゃないですか、うん、でもあの それそうする場合は、うん、あのもう山岳テントとか、その山系のウルターライトな、うん、あのグッズがもう出てるんですよね、うん、でもそのバイクで積める範囲だけど、うん、キャンプ地で疲れた体もちゃんとリラックスさせてっていう心地よさを楽しめるテントを作りたいなと思って、うん、であの天井がちょっとあのツーリングテントにしては高かったりとか、うん、あとまあインナーテント見えない部分だけども、うん、ちゃんとあのポケットがたくさんついてるとかいうところを使い勝手にもこだわったりして、うん、快適さを、うん、まあ追求したとか、うん、そういうテントですね、まあ、小葉百合が欲しかったテント作ったみたいな。そうなんです、はい、ね、作ったんです、うん、はい、はい、ぜひご注目を小葉百合 .com に情報載ってますね、はい、テンゲルスタンダード、テンゲルスタンダードはノマディカのホームページに載ってますね、はい、それかあとワイルドワン、全国のワイルドワンで販売してて、うん、ワイルドワンのオンラインストアでも、うんうん、あのスペックとか見ることができますね、うん、はい、はい、多分あの写真これみたいなね、はい、はい、写真後でくださいね、はい、送ります。そうね、そんなプロデュースもやっぱりなんでしょうね、こういろんな旅をしてるからこそきっと気づいたり望んだりですよね、うんうんうん、そうですね、うん、あの私キャンプ そのスタート地点って、うん、旅を自由にしたくて始めたっていうのがあるので、うんうんうん、連泊するのがまあ当たり前というか、お、同じ基地に連泊するの、それもあるし、はい、うん、とキャンプ張りながら、うん、あのこう移動していく、進んでいくというか、はい、そういうのがまあそういう経験がベースになってるので、うん、あの雨、どうしても雨の中あの張ることになっちゃう時もあるし、うんうん、その場なんで、まあ、雨の時の快適さとか、うんうん、あとやっぱり連泊してると、うん、もう腰とかも辛くなってくるので、うんうん、まあ、なるべくその本当室内で私ぐらい の、うん、あの体だったらもう本当ストレッチとか、うん、ヨガの、なんならヨガのポーズもできちゃうぐらいなあの空間ですね、うん、それは、まあうん、こだわった部分ですかね、うん、それあの実際に広げた状態の現物っていうのは、うん、どこかで見れますか、やっぱもうノマディキャンプのチャンスで、そうですね、小葉百合亭にちょっとお邪魔するみたいな。そうですね、そうしていただけると一応ねあの、はい、いつ誰に、うん、あの見たいんですけどって言われてもいいように、うん、あの綺麗にしてるんで中そうテントの中ってうっかりすると、うん、もう自分家以上にいやもう絶対ダメみたいな、そうそうそういろんなものがねこうなりますよね。そうです、気をつけてます。まあそれもこの6月29、30に小針さんはご自分のテントも張ります？張りたい、ね、うん、じゃあぜひそのテンゲルスタンダードもここで見ていただきたい、はいはい、ね、レディース元キャンプウィークエンド、はいはい、エントリー募集中です。でも大丈夫かな、埋まっちゃうと多少定員もありますもんね。そうなんですよ、なんかね、うん、まだそんなに、はい、あの募集始めてから、うん、締め切りが確か6月18予定と、はい、ウェブ上では、はいはい、だからまあ3ヶ月ぐらいあるので、うんうん、まだまだないだろうと思いきや、ね、結構の仕込みがすでに来ているので、うんうんうん、まあ、100名を超えたら、うん、ちょっと考えなきゃいけないかな、うん、みたいなのは、うん、じゃあご興味のある方は、はい、ぜひお早めにお願いします、はい、他、あ、そう、雑誌 あの、まあ、さっき新聞の話も聞きましたけども、はい、雑誌のコラムは、はい、今はガールズバイカーさんですかね。そうですね、はいはい、ガールズバイカーさんで、うん、たびたびたび女っていう旅すっきゃなみたいな、本当だけっていう感じなんですけどねそれをあの、うん、まあ、2ページから2ページで、うんうん、あの旅のことを、はい、うん、書かせてもらってます、うん、はい、あとウェブコラムも担当されてますよね。はい、ウェブは、はい、バイク人ウェブ と、うん、レディーゴモト、うん、で、どちらも、うん、まあ、バイクキャンプに関することですかね、うん、書かせてもらってます、うん、あの最近どの記事かな、バイク人かな、うん、あの漏れるヘッドライトみたいなの見たんですけど、はいはいはい結構ね、なんか女の子が食いつくフレーズ知ってんなみたいな、いやなんかそこが本領ではないんですけどね、はい、まあ、でもあのそうそう、あのそういうあの、うん、なんていうか柔らかな
あの光を、うん、あの出せるヘッドランプとかね、うんうん、であのインスタ映えする写真夜にもそれを照明使って撮れるものだったり、うんうん、まあ、私が女子目線で、うん、ときめいたアウトドアグッズを、うん、まあ、レディーゴモトさんでは紹介させてもらってますね、うんうん、はい、やっぱり女性ライダーだからとかキャンプやってらっしゃるからっていうね、こう小林フィルターがね、うん、通ってる記事やなと思いながら拝見をしております。ありがとうございます。もう物欲方面から女子ライダーを煽ってですね、うんうん、キャンプ人口を増やそうとしております。というそんな小林さんの、はい、ぴったりな今週のイタリア語をちょっとこの話の流れでいきたいなと思ったんですけれども、お付き合いいただけますでしょうか。はい、はい、小林さんのですね、もうまさにキャンプ愛にあふれたそんな、あ、これさっきのこれあやみんだあやみんのやつでしょ、こちらでございます。はい、はい、じゃじゃーん、じゃじゃーん。じゃあまずは、私がですね、これはどんな風に、まあ、発音するのか、まあ、私も怪しいんで、あのちょっと間違えてたら申し訳ないんですが、小林さんに私が選んだフレーズはこちらです。ケベロイルキャンポデラモート、ケベロイルキャンポデレモート、はい、こちらのフレーズ、なんとなく、なんとなくね、うん、なんか気づきますかね。はい、そうですね、うん、はいはい、これ正解は、ケベロいいねとか楽しいねとかで、イルキャンポ、キャンプ、デラモート、そう、デラモート、元のキャンプは楽しいねというフレーズです。はい、バイクのキャンプ楽しいね。いいですね、はい、キャンポなのね。キャンポらしいですね。面白いね。はい、じゃあこれ小林さんも一緒に言っていただいてもいいでしょうか。うん、はい、いきます。はい、せーの、ケベロイルキャンポデレモート。ありがとうございます。バイクのキャンプ楽しいよ、ぜひ皆さん小林キャンプエントリーしてみてください。待ってます。ということでですね、はい、いい感じに、オンエア時間、収録時間がそろそろとなってまいりまして、あっという間ですね。あっという間ですよ ね。あの今日の収録のために、うん、昨日原稿を一生懸命仕上げてくださったと、はい、夜中頃終わりました。これからどうですか、そのノマディカであったりとか、うん、まあ、小売りで、うん、こんなことももっと展開していきたいなとかあります。でも今でももう十分、いやいや、うん、なんでしょうね、うん、私個人的には、はい、あのもうまだまだ行きたい国がたくさんあるので、はい、本当に人生って短いなと思っちゃうほど、あのいっぱいあるので、まあ、いくつ行けるかなっていうのもありますけど、まあ、バイクの本当にバイクの楽しさが半端ないので、バイクに乗ってくれる人が一人でも多くなるようなアクションを取っていきたいなと思いますね。うん、うん、なんかそれがバイクを通じて、なんか、なんだろう、私を支えてくれてる人たちに対する俺のなんていうか、あのなんていうの、リレーみたいな、そんな感じのような気もするので。あ、なるほど、はい、うん、深いですね、はい、噛み締めてますね。そしてハニー以上増やす、ハニー以上増やす、はい、蜂蜜、ね、私小林さんとツーリングって結局まだしてない、したしてない、してないですよね。ね、してない。じゃあ、 あのツーリングもぜひ、ね、はい、ね、そうですね、そうしましょう、国内でも海外でも、うん、その時はビーコム使ってみます。そうですね、サハリンの時使って、リコも使ってないもんね。使ってないですね、うん、使いましょう、使いましょう、はい、できれば、うん、もんちゃんとイタリアにツーリングに行きたい、うん、行きたい、行きたい、私カフェ好きなのにイタリアに行けてないっていうね。そう、イタリアは本当に行きたいですね、うん、スクーターで石畳の道、うんうん、ボコ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 って走って、なんかね、道沿いのカフェでキュッとエスプレッソ飲んでみたいな。それだ、行きたいね。それで私やりたいことリスト今1個増えました、はい、ぜひいつか小林ツーリング、ノマディカツーリング、イタリアがあるときは皆さん一緒に旅してください。あー、楽しくなってきた。それまでにもっとちゃんとイタリア語やらなきゃ。お願いします。通訳できるぐらい ね、そうだね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さあという、小林さんをお迎えしての今週だったんですが、来週は東京モーターサイクルショーの会場から、皆さんにお届けをすることになると思います。東京モーターサイクルショーの会場から、3月の23日の土曜日生配信となります。ぜひ東京モーターサイクルショー、そしてお越しになれない方はこの配信ご覧ください。お待ちしています。よろしくお願いします。でその翌週ですね、さらに翌週、そうなんです、ショールーム、はい、ヌオボショールーム、ショールームが新しくなります。ここからバイクとか車だと、まあ、5分ぐらいかなと、同じ環状8号沿いなので、アクセスもいいと思います。東京都世田谷区小山台、東京都世田谷区小山台の2丁目 32-15 という住所です。最寄り駅が小山台駅に変わりますね、はい。2019年3月30日土曜日、まさに、チャオの生配信の土曜日と同じ日にオープン、生配信しますんで、ぜひ皆さんオープン予定遊びに来てください。よろしくお願いします。待ってます。ビアスペティアもこれみんなで待ってますというフレーズです。さあ小林さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。何か言い残したことは大丈夫ですか？私拾い損ねてることは大丈夫でしょうか？大丈夫です、はい、じゃあ最後にちょっとまたこれもね出しといて、はい、あまたこれさ、あの先週のあやみんちゃんが私書いてくれたやつってこれだったんですけど、かわいい癒し系だね。そうですね、なんか私は絵が絶望的に下手だって話をさっきもんちゃんとしてたんですけど、そんなこと繰り返すと書いてくれますとか言ってます絵が描ける人尊敬します。あこれだこれ、はい、ぜひとも、まずは小林さんに、はい、がプロデュースする6月29、30のマリカプレゼンツのレディースモトキャンプウィークエンド、こちらに、エントリー、または詳細ご覧になりたい方はのマリカのウェブサイトをご覧になってください。小林さんの、活動を網羅できるウェブは小林 .com ですかね。そうですね、はい、はい、ぜひとも SNS などでの発信もね頻繁にされてます。女性ライダーの皆さん、キャンプそしてオートバイ、私たちと一緒にね、はい、楽しんでほしいですね。そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。ということで今週本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。チャオ、また来週東京モーターサイクルショーの会場でお待ちしております。小林さんももし土曜日いたら、はい、ステージに呼びます、はい、本当ですか小林さん。わかりました。逃げないでください。その時間は近寄らないでおこうみたいな。わかりました、遊びに行きます。ありがとうございます、はい、来週はどんな配信になるんでしょうか、皆さんご期待ください。ありがとうございました。ボーナジョルナータ、良い一日をお過ごしください。ノンフォルベーテ、グイダルピアの安全運転でお過ごしください。チャオチャオ。チャオチャオ。